シリアルエクスペリメンツレインは、グラフィックテキスト形式の雑誌連載企画、アニメ作品、ゲーム作品が、同時進行、相互関連して制作された、メディアミックス作品である。1996年頃に企画が開始され、1998年に作品が発表された。サイバーバンク的な作品であるが、オンライン時代の集合的無意識が、 主なテーマであり、サイコホラー的な側面も併せ持っている。雑誌ではアックスで1998年3月10日から11月10日まで、連載、テレビアニメは、テレビ東京で、同年7月6日から9月28日まで、放送され、第2回文化庁、メディア芸術祭アニメーション部門優秀賞を受賞した。ゲームは、 プレイステーション用ソフトとして同年11月26日に発売された存在は認識イコール意識の接続によって定義され人は皆繋がれている記憶はただの記録に過ぎないという世界観の下で繰り広げられる14歳の少女レーネをめぐる物語リアルワールドとコンピュータネットワークワイヤードに偏在するレインという存在について 分析心理学の創始者、カール・グスタフ・ユングが提唱した集合的無意識の、化身レインがワイヤードを介して、現実世界を侵食するという、サイコホラー的な作品である。1990年代のアンダーグラウンドな、オタクカルチャーを未来的に書き直したような作風で、全作品で一貫して陰鬱とした雰囲気がある。メディアミックスの実験でもあり、媒体感の相互参照により、 世界観への理解が深まるような仕組みが作られている。ゲーム版とアニメ版では、登場人物もストーリーも、レインという存在や、破滅的な傾向を除いて、大きく異なる。雑誌連載されたグラフィックテキストは、キャラクターゲンアンの安倍吉都氏による、画集、アン・オムニ・プレゼンス・イン・ワイヤードに未掲載文を含めた、完全版が収録されている。長らく絶版だったが、 ワニマガジン社より、吉としやレインイラストレーションズとして描き下ろし文を追加して再版された。脚本の小中千秋によるアニメ版シナリオ集、シナリオエクスペリメンツレインザシリーズなども出版されており、パイオニア LDC からは、シリアルエクスペリメンツレインブートレグと題したデスクトップアクセサリー集も発売された。当初、主人公の名前であるレインの英語表記は、 未決定で、レインと、レーンが検討された。安倍吉都氏による、スケッチなどは、試験的に2種類描かれたが、結局1997年3月頃に、レインに決定された。日本のみならず海外でもカルト的な人気を誇り、ファンコミュニティが活動を続けている。高度に発展したネットワーク社会から連想される、現実と区別のつかない、仮想空間という、 よくある物語とは逆に、本作は仮想世界と区別のつかない曖昧な現実に注目する。各登場人物が語る真実も事実だという保証はない。主人公、レーネの世界は身近な人間や友人に関する内容で占められ、作品はレーネの主観の影響下にある。客観のこのような不在は、ネットワークやコミュニケーションの性質をリアルに描いており、 視聴者も、レインという作品、岩倉イ音とつながった、ネットワークに接続するよう仕向けられる。番組のエンドカードには、直後に放送されていた、ウェザーブレイクを意識した、安倍吉都氏によるイラストが挿入されていた。また、最終話放送後、CM の時間帯に、ワイヤード上の存在となったレイ音が、視聴者に向けて呼びかける映像が挿入されるなど、 現実との融合を強く意識した演出が行われた。根底には、集合的無意識という考え方が導入されており、作中で偏在という言葉が頻繁に登場する。岩倉麗奈自身は、人の姿をした集合的無意識そのものであり、秀俊正美が改変を加えたワイヤードのプロトコルにより集合的無意識が意識化されることで、 レーネが偏在して、現実世界に影響を及ぼす様子が描かれている。最終的にはレーネは、ワイヤードの神のような存在となるが、秀俊正シとの戦いで親友を巻き添えにするという、取り返しのつかない過ちを犯し、これ以上現実世界に危害を加えないために、世界を、集合的無意識が、意識化されていない時点までリセットしてしまう。ラストシーンではレーネが、 あらゆる人の記憶から消去され無意識化されるとともに、ワイヤードのプロトコル改変もなかったことになっている。制作技術放送当時は、TV アニメーション制作にデジタル環境が導入され始めた時期で、CG を売りにする、ごく一部の作品を除いて、全面的なデジタル化には至っていなかった。レインについては、本作は、デジタルカットを含む、フィルム作品である、 t b シリーズだし、お金もなかったのでデジタルカットは市販の PC やら、Mac を使ってと制作者も述べている通り、業務用としては低価格なコンピュータを用いて、制作したデジタルカットを 2GB の HDD に詰め込めるだけ、詰め込んで、スタジオに持ち込み、セルガを撮影したフィルムをテレシネ変換して作成した、動画に合成する方法で制作された。 アナログのフィルムとデジタルカットの組み合わせはアニメとしては過渡期の手法であるがこの手法は後に採用されなくなり珍しい質感を持つアニメになったデジタルカットについては 3D モデリングによる無機的な表現が目立つ一方で脚本の小中千秋が撮影マッキントッシュで編集した手触りのある画面が使われたり時には 実写がそのまま利用されたりと、制作当時の PC で実現可能なマルチメディアを最大限に活用している。また、作業工程の最後でデジタルエフェクトを用いていたが、この点は制作当時の TB シリーズでは珍しい試みであった。焼酎によると、放送に耐えられるクオリティの内容をパソコン上で作れるようになった始まりが1998年当時で、 そこに最先端の機械好きが集まって自分でやれることをすべてやったのがレインだという。本作の独特なカラーと雰囲気はそうしたハッカー的な色彩の強い環境から生まれている。1998年当時制作できたデジタルカットは標準画質映像のみであり、素材のいくつかは破棄してしまっていたが、2010年のリマスタ版制作では 構成サイド映像として作り直し、保存可能な限りの素材をルトに保存している。本作で描かれたネットとリアルの融合は、現実でも進行中で、SNS の普及で個人が世界に偏在する感覚も当たり前のものとなった。この環境において、情報のやり取りが非常に便利である反面、問題も多々起きている。例えば、ネットがつながる場所であれば、 瞬時にサービスを利用できるようになったもののデマによる社会混乱や特定個人に向けた集団的なバリ増減の発出や非合法活動の増加なども起きているこの問題は作中でも詳細に語られている背景として本作の制作者にコンピュータマニアが多く理にかなった道具立てを行った結果としてワイヤードとリアルワールドの関係性について正確な 描写が行われている。まず、現実感を持たせるため、実在のコンピュータや OS と、それらの発展型や改造品が、数多く登場する。例えば、作中で普及しているナビは PC であり、レーネが手に入れるプッシュー系プロセッサは、1990年代に出回った、パソコンパーツである、オーバードライブプロセッサを参考にしており、後半に登場する初代 iMac は、 本放送の開始直前に発表されたばかりの機種である。他にも、アップルネタ、ネクストステップネタ、ビオズネタなどが随所に見られる。また、スマートフォンやタブレットに相当する機器が普及し、バリ増減も含む雑多なメッセージが SNS で飛び交う描写が行われている。AR、VR ゴーグルを装着したキャラクターも随所に、 登場し、アバターを用いたコミュニケーションも描いていた。2話以降で、レーネが使っている最新型ナビには、スマートスピーカーと同じ機能が搭載され、音声入力で、データ検索やアプリケーションの起動を行う描写がある。未だ実用化されていないが、ホログラフィックディスプレイや精神転送等が、登場している。基本的には、どのメディアにおいても、 リアルワールドとワイヤードの境界が徐々に曖昧になる方向でストーリーが進行する。次々と前提が覆され、レーネをめぐる真実がわからなくなっていくが、物語の結末は媒体感で全く異なり、テレビアニメではレーネが現実世界に対するワイヤードの影響を排除し、レーネ一人でワイヤードから現実世界を見守るようになるが、 ゲームではレーネが深い関わりがあった人すべてを自殺に誘導してワイヤードに連れて行く結末となる。レーネはもともと自由な身であり、ワイヤードでは絶対的な力を持つが内心孤独でお父さんに依存している。テレビアニメテレビアニメの岩倉レーネは最初は普通の女子中学生であったが自身の能力獲得によりリアルワールドとワイヤードの境界が曖昧になり、 次第に破滅に向かっていく。最後は、神を自称する、秀俊正美との対決で友人の精神を破壊した罪悪感から、ワイヤードが意識化されないように世界をリセットすることになる。その後、レーネは、本来の集合的無意識の姿に戻るが、リアルワールドで出会った人から忘れられ、ワイヤードで、架空の父の存在と対話するなどと言った。 ある種救いのない結末を迎えてしまう。レイヤー、レイウィアードある日の夜、繁華街のビルの屋上で、一人の女子中学生が、飛び降り自殺を図る。彼女の名前は、ヨモダセンサという。コミュニケーション用、コンピュータネットワーク端末、ナビが普及した現代、中学生の岩倉玲音は、自宅で使っていた、自動用のナビで、死んだはずの同級生である。 よもだ千ンサからのメールを受け取る。このメールは、岩倉レーネが通う学校では、いたずらメールとして、噂になっていたメールであった。よもだ千ンサのメールの言葉に興味を持った、岩倉レーネは、父に、新しいナビをねだった。それ以来、岩倉レーネは、通学時に死を予感させる、不吉な心霊現象を頻繁に目撃するようになる。 最後は死んだはずのヨモダセンサと帰宅途中に出会ったが、岩倉レーネが問いかけても、ヨモダセンサはわずかに微笑むのみで、本当の居場所を告げることもなく消えていった。レイヤー、レイニーガールズある日学校から帰ってくると、宅配業者が家の前に車を止めている。ナビの自作を行っている宅配業者によれば、荷物は市場に出回る中でも最高スペックのナビで、あるとのこと。 その後、仕事から帰ったばかりの父に、ナビのセッティングを強く求め、ログインまでこぎつける。しかし、翌日以降、レーネの周囲では、以前よりもさらに奇怪な事件が起きるようになり、正反対の性格のレーネの目撃を、友人から知らされるようになる。友人らとサイベリアを訪れると、ある若者が、覚醒剤のような効果を持つマイクロマシンである。 アクセラを服用して発狂し、銃を乱射して、殺人を犯すが、レーネは発狂した若者の正面に立ち止まり、謎の力により若者を自殺に追いやった。その際に、発狂した若者から、レーネが、リアルワールドとワイヤードの境界を破壊する神のような、存在として一部界隈で知られていることが告げられた。レイヤー、レーサンサイケイワクラレーネが、学校の靴箱に、 謎の IC チップが置かれていることを発見し、各所で情報を探るうちに、情報通の小学生、太郎と出会い、ナイツが開発したプッシュ系プロセッサであることが判明する。これ以降、ナビの改造に着手するようになり、ナビの性能強化によって、ワイヤードでアバターを用いて行動することが可能になった。ナビの改造の際に静電気を除去するため、 レーネが初めてキャミソール姿になった。放送後発売されたビデオには、アベの描いたシュールなギャグ4コマ漫画がついていた。この4コマは、アベの画集にも収録されている。テレビ放送版と DVD 等では、オープニングとエンディングの演出が多少違い、ウェザーブレイクも DVD 等には全ては収録されなかったが、 その補填も兼ねてか反則品として、ウェザーブレイクステッカーが配布されていた。2010年10月には、ベータカムとして残されていた1998年、当時の SD 素材を利用し、手作業で高解像度化を施した BD ボックスが発売された。初回限定生産品の映像特典には、DVD では未収録だった。 ウェザーブレイクが含まれるなど可能な限りの復刻がなされている。品質の悪い素材しか残されていないパートもあり、制作は非常に苦労するものであったという。アニメ版とほぼ同時進行でソニーマガジンズの雑誌月刊アックスに連載された。アニメ版話数に合わせゲーム版との橋渡し的な意味も込めて作品のイメージや 世界観などをイラストとテキストによるカットとして構成したもの。後に出版された画集オムニプレゼンスレインアベキチ都市画集では新たにカットが追加されている。レ0や01から13のサブタイトルはテレビアニメ版の格話サブタイトルと共通である。パイオニア LDC から1999年に発売された。 限定版ファンディスク的位置付けの2枚組 CD r o m 竹本工作局のテレビシリーズ本編で使用された音源のほかミニゲーム、壁紙などのデスクトップアクセサリーが収録されている。本製品は、ブートレグ、イコール海賊版の名の通り、制作スタッフから流出したデータを、第三者が転売したものという演出がなされており、パッケージも無地のボール紙に、 手書き風のラベルが無造作に貼られただけの簡素なものとなっている。交渉ジャンルはアタッチメントソフトウェア。企画の中では最も早く進行しつつも発表は最も遅い雑誌連載終了後の1998年11月末となった。CD2 枚により構成されている。プレイヤーはネットワーク内に散らばったレインに関する記録を集め、 断片的な記憶をたどって、レインの日常生活と彼女の秘密に近づいていく。ゲームの内容は、音声ファイルと映像ファイルの再生の繰り返しという独特のスタイル。ファイルの内容には、レーネの日記、シューコの日記、カウンセリングの記録などがあり、特定のファイルにアクセスすることで、新しいファイルやネットワーク領域へのアクセスが可能となる。 ゲームの中でできることはあくまでファイルの再生までであり、それぞれの情報が持つ具体的な意味まではほとんど伺い知ることはできず、さらにはファイルの中には何者かによって改ざんされたと思われる。ファイルが混在するため物語の結末を記録したファイルの再生が一応のエンディングではあるが物語の全容を理解するためにはプレイヤー自身が 頭の中で情報を整理、主者選択する必要があり、そこから導かれる結論の正当性もまた、各々の,の,の判断に委ねられている。なお、本作の開発スタッフの一部は、同じくアタッチメントソフトウェアである、ノールシリーズの開発も手がけており、両作品の間には、現実世界と仮想世界の境界が曖昧になるような、プレイ感覚、断片的な情報をもとに、 全体図を想像する楽しみ、観測システム、思い出くんの存在といった共通点を見ることができる。年齢制限はかかっていないものの、一部に過激な映像や表現が存在する。ブルーレイディスク化企画の一環で、レインカメラという iPhone 用アプリが配信された。カメラ機能を使ったアプリで、現実世界の中にレインが映り込むといった内容で撮影した写真を、 保存することができた。ありがとうございます。